どうも、カトちゃんです。えー、今回は、バケンシマインドとして、人はなぜ行動できないか。逆に言うと、行動する人間になるための、えー、3つの習慣についてお話をしています。えー、過去動画で、えー、1個、習慣の1つ目、習慣の2個目を話させていただいたので、えー、まだそちらご覧になってない方は、ぜひそっちも見ていただけると嬉しいです。で、え、は、ー、習慣の3つ目なんですけど、行動するためにはどうしたらいいか。 それは、えー、誰でも始められるくらい、まず小さいことから始めるってことなんですね。小さいことから。人間が尻込みしてしまう理由としては、やる物事が大きすぎる、あるいは複雑すぎるっていうのがあるんですよ。この大きすぎるっていう理由から、大きすぎて行動できないってことから、小さく分解してやっていくことが大事ことなんですね。要は、逆に言うと。はい。なので、最初のステップ、最初のワンステップ、ほんとね、ちっちゃいことでもね、そこからスタートするっていうのはすごい大事です。はい。 例えば、いきなり運動してない人が、10キロ走れって言われて、嫌ですよね。僕だったら嫌です、絶対。でも、体力つくのためにちょっとじゃあ、今日、まず500メートルくらい走ってみないっていう。なんなら。500メートルくらいちょっと走ってみようっていう。そこ、道路一本っす、500メートルだったら。はい。だったら、まあ、やってもいいかなっていう、なると思うしない、10キロか500メーター、どっちがいいですかって選んでくださいって言われたら500っすよね。こういう話で。はい。 人にはすぐやれない原因の一つが、目標が大きすぎるとか、物事が大きすぎるっていうのが原因です。なので、まずは踏み出す勇気を最初から完璧を目指さずに、まぁちっちゃいことが達成して、その達成を積み上げていこうっていう。これを、この感覚を持ってほしいです。はい。じ小さく始めるスキル。これ5つあるんで、あの、5つあります。紹介していきますね。1つ目は、まあ、時間を限定するところで、時間。やる時間ですね。やる時間。例えば、 うーん、まあ、英語の、じゃ英語の勉強するとしましょう、例えば。なったときに、いきなりじゃあ、じゃあ今日5時間やるぞって5時間、5時間。無理ですよね。<laughs> それまで勉強しなかった人はいきなり5時間って正直無理です。けど、今日はちょっと英単語を、英単語を、えー、勉強するためにちょっと暗記する集中時間10分だけ取ろう、10分だけ。で、これできむ、これできるんですよ。なんでかって言ったらちっちゃいからです、これ、はい。ですよね。で、二つ目。 えー、場所場面を限定するってことなんですけど、場所場面。やる場所ですね。例えば、えー、これいないですかね。家だとやたらゴロゴロして、してるのに、してしまうけど、会社とかだったらハキハキしてる人。これいますよね。これなんでかって言ったら、家っていうのはもう慣れ親しんだ場所なんでゴロゴロしたんでいろんな物としちゃう、あの、サボっちゃうっていう人がいるんですよ、これ。でも会社だったらもう会社っていう場所なんで。 オフィスっていう場所、例えば営業先とかオフィスっていう場所なんで、場所は限定されてるんですよ、これ。なんで、ハキハキできるんですね、はい。で、三つ目、えー、一つ、一に一つのことだけをやるっていう。はい。一回に、例えば、文法やろう、英単語やろう、長文読解やろうとか。これ、きついんですね、正直。タスクが多いんで。けど、一個のことだけはもう、暗記と決めたら暗記だけやるんですよ。 これでやることはできるんですね。一個なんで。複雑じゃないです。はい。で、四つ目は、これ一回、一通り置いてみるっていう、まず。例えば30%の完成度でもいいんで、一回やってみるっていう。僕の PDF だったら、まあ完成度ではないですけど、一回一通り試してみるっていう。順番ですね。展開予想する、過去成績見るとかっていう風にやってった中で、一回一通り置いてみい置いてほしいなっていうのがあります。はい。 これやると分かるんだよ。まあ、一通り分かった方がいいっす、正直。はい。で、五つ目は、難易度を下げる。まあ、これほんと難易度下げるってことで。はい。まあ、例えば、えうーんー、どうしようかな。いきなり大学のことを知ろうと思って、じゃあ何時間もネットで一気にガーって調べるかっていうと、ちょっと嫌ですよね。めんどくさいし、きついし、みたいな。じゃあ、例えば、今日は、 大学に関する資料請求だけでもしてみようって決めたらいいんですよね。はい。いきなり大学のホームページ見てガーって読るんじゃなくて。だ大学の今日は資料請求だけして、資料請求が来たら次の日に、あの、資料をじっくり読もうっていう風にするといいです。これできるんですね。難易度下げるっす。資料請求したら簡単っすよね。はい。えー、では、えー、今回は以上です。まあ、総括しますね。 えー、人間が行動するために必要な習慣の三つ目というのは人間は物事が大きかったり複雑だったりすると尻込みしてしまってハードルが高いと、えー、やらないっていうことになっちゃうんでハードルを下げるってこと大事です。で、そのハードルを下げる要因っていうのが5つあって一個は時間を短くする限定して短くする二つ目は場所、やる場所を決める三つ目は一つに一つのことだけを一回にやるっていう 一つのことだけを一回にやる。で、四つ目が、一回一通り置いてみる。はい。一通り置いてみる。で、五つ目が難易度を下げる。以上が行動するために必要な三つ目の習慣になります。えー、今回も最後までご覧になっていただいてありがとうございました。えー、なお、えー、この習慣の今回三つ目をお話しました。一つ目、二つ目というのは別の動画になるので、ぜひ見てほしいです。でまた、えー、あなたがもし、えー、本気で、勝ち組になりたい。 本気で、えー、馬剣士になりたい。本気で、打倒 JR 果たしてみたい。こういう思いが、本気な情熱を持った思いがあるのであれば、ぜひ、えー、僕のこの下のリンクにね、下に、えー、ブログリンク貼ってあるんで、動画1のリンクも貼ってあるんですけど、ぜひ、そっから見てください。逆に本気じゃない人は見てほしくないです。僕は本気の方だけに向けて書いてるんで。では、お願いします。失礼します。